うん、浅村打て浅村打て、その後の叩き込めです。ああ、叩き込め、はい、ここを拳上げて、はい、ぜひ大きな声で一緒に。わかりました、はい、叩き込めと言っていただければと思います。わかりました。でその後に浅村選手の名前を3回、うん、浅村、浅村、浅村、おお、浅村、あ、了解。ここぜひ一緒にやっていただけますか。しゃいましょう。ありがとうございます。じゃあ笛の後の太鼓サウンズから入ります。はい、では皆さんも一緒にお願いします。前奏から始まる場所があるんですよ。いいじゃないですか。チャンス禁止っていう言われました。あの、うて、禁止から始まりますね、はい、よし、いきますね、はい、ソウル、うて、禁止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 、勝利のために夢の捨てて果たせる通り次第、強くて、いきなりこう光が差し込んできましたね、はい、はい、では続いて、はい、チャンステーマ入りますか。じゃあチャンステーマに入りますか。いいっすね。はい、はい、どうしましょう、どのチャンステーマから。じゃあね、あの一番こう、はい、ちょっと乗りやすいので、はい、あのここで打てというものをちょっと紹介したいと思います。ここで打て、はい、でチャンステーマここで打て。ちょうどねタオルも持っていらっしゃいますので、持ってますよ、うん、これですね、あのリズムに合わせてもあのタオルをこうブン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 振るっていうスタイルになってます。はい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 、ね、そしてこうあのおお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 のリズムで振って振って、あ、了解する。でここで打てまあキッチン、わかりましたっていう、あの結構ね、あの簡単なものになってます、ね、わかりました、やっちゃいましょう。いや、お願いします、やっちゃいましょう、はい、ではタイムリーのスリーコールから入りたいと思います。はい、はい、面白いですね、高校で打てっていう、かっこいいね。そうなんですよ、あれ
ここで引いてるんですね全部。すごい。オーチティーチャーが。見えてます皆さん、ちゃんと全部引いてるんですよ。すごいこの方。かっこいい。控えめにね。はい、ね、お二人もねぐるぐる回していただいてありがとうございます。これ結構隣の人にぶつかりますね顔面に。普段結構顔面にぶつかったんだよね。当たるわな。チャンスずっと続いたらめちゃめちゃ疲れますね応援。そうなんですよ。ただやっぱりね、あのその選手たちの活躍を、はい、まあ、途切れさせるわけにはいかないんで、そうですね、皆さん一致団結して、あのもう頑張っていくっていう感じなので、はい、いいですね。ぜひねよろしくお願いします。はい。どうしようか。はい、じゃあもう一個ね。チャンステーマせっかくあるんで、はあ、やっていいですか。いやもちろんですよ、やっちゃいましょう。はい、こちらが、チャンス突撃というねチャンステーマになります。チャンス突撃、はい、おいいですね。知ってる方はどれくらいいらっしゃいますか。聞いたことあるよっていう方いらっしゃいます。あ、何か。でも知らない人もいる。ありがとうございます。まずあのチャンステーマの中ではですね、はい、あの今シーズンからできた新しいやつ、新しいやつ、ちょっとこうまだあの馴染みない人もいるかもと思うんですけども、はい、あの結構ねリズミカルな楽しい曲になってますんで、ちょっとねみんなで覚えてって盛り上がりたいと思いますね。懐かしの大島選手行きたいですね。渋すぎますか。いやでもちょっと変な空気にすんだね。すいません。いいこと言った感じにして変な空気にしてないよ。渋すぎました。よくやるんだこういうのお前。さっきあのお客さんからちょっとチラッと聞こえてきたあの茂木選手で、あ、茂木選手思い出したいなと思いますんで、いいですね、じゃあねこれも、まあ、タイムリー茂木から入ります、うん、はい、いきます。それタイムリータイムリー茂木参加してみて。いやなんか応援も覚えて、本当この後応援するんで、あ、そうですか。
張って試合見たいと思います、はい、ありがとうございます、はい、本当に突然お邪魔しちゃってごめんねごめんねーということで